クローバーフィールド、破壊者は2008年1月18日にアメリカ合衆国で公開された SF 怪獣パニック映画である。日本ではパラマウントジャパンによる配給のもと同年4月5日に PG-12 指定で公開された。日本でのキャッチコピーはその時何が起きたのか。巨大怪獣が大都会を襲う古典的な題材を モチーフとしているが、本作は、怪獣と軍隊の間で繰り広げられる戦闘ではなく、その傍らで逃げ惑う人々に焦点を当てた、疑似ドキュメンタリー作品として仕上がっている。ブレアウィッチプロジェクトを彷彿とさせる、ホームビデオ風の主観映像、サインにも、相通ずる情報と絶化のパニック描写により、リアルタイムの恐怖、不安感という、新たな切り口を怪獣映画にもたらした。 また、本編の映像は設定上、第三者の手で発見及び開示されたことを伺わせる、ファウンドフッテージ作品としての側面も併せ持つ。ハリウッド映画では低予算の部類に入る2500万ドルで制作されたにもかかわらず、アメリカでは2008年1月18日の公開時から3日間で、興行収入が4000万ドルを突破。1月次公開作品では、 歴代トップの成績となり、最終工業収入8000万ドルの高成績を記録した。また、日本でも同年4月5日に公開され初登場1位を記録し、最終的に12億円もの工業収入を収めている。映画冒頭のテロップで、これは国防総省が保管している記録映像であると説明される。映像は、 ビデオカメラの持ち主ロブのプライベート風景から始まる。ある夜、日本への栄転が決まったロブを祝うために開かれたパーティーの最中、突如として不気味な爆音が鳴り響く。外の様子を見にパーティー会場の屋上へ向かった彼らは、そこで炎に包まれたニューヨーク市街を目撃する。外へ出ると爆発で吹き飛ばされた自由の女神の頭が降ってきて市内はパニックに陥り、 ロブを含む数人のメンバーは徒歩での脱出を試みる。その途上彼らは軍隊の攻撃をものともせず、魔天皇を蹂躙する巨大な怪獣を目撃する。ロブたちはブルックリン橋を渡ろうとするが、ロブの元に恋人ベスから助けを求める電話がかかり、直後に怪獣が橋を破壊する。ハトやリリーは別ルートからの脱出を主張するが、ロブはベスを助けるために怪獣がいる。 中心部に向かおうとする。ハトたちはロブを引き止めようと心を見るが、彼に押し切られて、共にベスを助けに向かう。ロブたちは、怪獣と軍隊の戦闘に遭遇し、ニューヨーク市地下鉄に逃げ込み線路図体に、ベスがいるマンションに向かうが、地下鉄内で怪獣の寄生虫に襲われ、マリーナが重傷を負う。寄生虫から逃れるため地上に出たロブたちは、軍隊と出会い保護されるが、 寄生虫に噛まれたマリーナの体が異変を起こして、軍隊に隔離され、直後に死んでしまう。ロブはなおも、ベスの助けに向かおうとして、兵士たちと口論になるが、最終的に兵士たちは脱出用ヘリの離陸時間を伝えて、彼らを見送る。軍隊の総攻撃が始まる中、ロブたちは、ベスのマンションに到着して、彼女を助け出す。そのまま脱出用ヘリに乗り込むが、 彼らが乗ったヘリは怪獣の攻撃に遭い、ヘリはセントラルパークに墜落する。ロブたちは徒歩で脱出を図るが、直後にカメラを撮影していたハットが怪獣に殺されてしまう。ロブとベスはカメラを持ち橋の下に逃げ込み、怪獣が橋に迫る中、二人はカメラに遺言を残し、直後に軍隊の空爆が始まる。爆撃による瓦礫の山が映された後、 映像は1ヶ月前の二人のデートの映像に切り替わり、観覧車に乗り込みデートを楽しむロブとベスの映像が流れる。観覧車の窓越しに映る海には、空から落ちてくる謎の物体が映り込んでいた。本作の着想は、ミッション、インポッシブル3の宣伝で、制作の JJ エイブラムスが来日した際、原宿のキディランドで見た、ゴジラのソフトビニール人形から得られたものである。 エイブラムスは日本では怪獣が文化として根付いていることに感銘を受けアメリカでも国民的怪獣映画を作ろうと思い立ったトライスター版ゴジラの評判が芳しくなかったこともありアメリカ映画界では高額の制作費がかかる怪獣映画を経営する風潮が根強くリメイク版キングコングや本作の制作に支障をきたしていたエイブラムスは ニューヨークが舞台だから、どうしても9.11を思い出すと思うけど、それがこの映画の目的ではないとしている。ただし、ゴジラが原爆の悪夢から生まれたように、本作では現代人が抱いている、不安、懸念していることをテーマとして意識していたと、オーディオコメンタリーで監督のマット・リーブスが語っており、その中で9.11にも触れている。前編カムコーダ撮影の設定のため、 劇場の多くでは酔いに注意するよう観客に注意がなされた。また、作品にリアリティを持たせるため、出演者のほとんどが当時無名であった、新人俳優や子役出身の若手俳優で占められている。工業的成功の背景には、公開前の巧みな宣伝戦略がある。2007年夏の初報では、1から18から08の仮タイトルで、 自由の女神像の頭部が破壊されたショッキングなビジュアルを発表。その後も内容や作品名などの情報規制を徹底しつつ、事件との関連を匂わせる架空の企業や環境保護団体のサイトを立ち上げたほか、YouTube に架空のニュース映像を投稿するなど、謎めいたプロモーションで作品への好奇心を煽った。日本公開前には、 PR の一環として首が破壊された自由の女神像が来日し東京を台場の自由の女神像の近くに建てられた。大ヒットを受け、マットリーブスが引き続き監督を務める続編の制作も決定していたが、2008年6月25日にカライダー上で制作保留が発表され、さらに続編のためのアイデアがないなどの理由も重なり、制作は中止となった。 なお、企画段階では、本作と同様の時間軸及び、撮影方法を採用し、別視点から作品展開を行う予定であったとされる。厳密には続編でないが、第2作として、本作のタイトルと流れを受け継いだ、十クローバーフィールドレーンが2016年に公開されている。また、2017年2月の全米公開を目指し、前日単に当たる、 第3作の制作も進められていたが、予算超過と度重なる公開延期の末に、パラマウント映画は劇場作品としての配給を断念。後に、ネットフリックスが配給権を獲得し、2018年2月4日から、クローバーフィールドパラドックスのタイトルで独占配信されることとなった。その後、ネット上を中心に、オーバーロードがクローバーフィールドユニバースの 第4作になるとの噂も流れたが、JJA ブラムスは2018年4月にラスベガスで開催されたシネマコンにおいてその噂を否定した上で、本作の直接的な続編が企画段階にあることを明かしている。2008年9月5日、パラマウントジャパンより DVD 版リリース。また2008年12月5日にはブルーレイディスク版リリース。ドリュー・ゴダード著 イルママワケ、竹書房文庫 ISBN978 から4から8124万3436から9ノベライズ版では事件後に回収された映像がアメリカ国防省職員により閲覧、保存される作業が描かれ、本編もそれら回収されたいくつかの映像の一つという扱いで展開される。シーンごとに撮影者の一で物語が描かれるため、 映画版では分からなかった登場人物の心情なども細かく描かれている。カバーの裏には JJA ブラムスから日本のファンへのプレゼントとして劇中で登場するモンスターの全身が描かれたイメージが掲載されている。これは日本のみで公開されたもので国外版では見ることはできない。ウェブコミック形式で角川書店から全4話配信した。 コミック版での舞台は日本で男子高校生が主人公となっている。また、映画と違い、このコミック版での謎は比較的明確な形で回収されている。なお、同映画がコミカライズされているのは日本のみである。自分に自信が持てず、クラスメートからいじめを受ける男子高校生、相葉騎士。そんな中、ある巨大生物の襲来から鬼神は、 大きな事件に巻き込まれ、自分に隠された真実を知る。東川幸寿クローバーフィールド、キッシン、角川グループパブリッシング、角川コミックスエース、2008年8月26日、ISBN 978から40億4715万591。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。クローバーフィールド破壊者に関する、カテゴリー。 クローバーフィールド、キシンに関するカテゴリー。ありがとうございます。